愛する多くの人々の尽力で、私たちは着実に成長していく。日本中でファンが熱狂し、それに呼応するように各地でスターが誕生。B リーグ開幕以前は8億円程度だったリーグ収益が50億円規模に拡大する。プロスポーツとしてのチームが格段に向上した。その成長の勢いはリーグだけにはとどまらず、高校バスケの頂点を決めるウインターカップから次世代を担う選手たちが頭角を現した。彼らの成長やB リーグ人気の拡大とともに、史上最強と称される日本代表チームが集結。昨年は B はバスケットボールワールドカップ13年ぶりの出場を果たすと、その躍進はとなった。今、Bリーグが拡大とともに、日本の世界全体が大きな成長期を迎えている。この成長の鍵となっているのは、Bリーグ、ウインターカップ、日本代表、それぞれがお互いに持たす相乗効果。Bリーグは、日本バスケ全体の知名度を向上、選手の雇用の維持、プロスポーツとしてのチーム向上に寄与。ウィンターカップでは、そんなプロリーグに憧れ、プロプレイヤーを目指す高校生たちが増えることが、次世代の選手の発掘や、早い段階からの育成が可能。日本代表は、そうして育った若い選手や、国内外のプロリーグで活躍するスター選手が加わることで、世界と戦える大国のチームに成長。こうして日本バスケ界全体が強くなることで、Bリーグの事業規模はさらに高まる。高校生ドラフトやアメリカとの総合留学など、次世代に向けたチャレンジへの着手。さらに国際試合数の増加や、海外選手、ミックス選手によるチーム強化なども認め、この三位一体のシステムが、日本バスケ界全体の成長をもたらしている。2019-20 シーズンはコロナウイルスによって B リーグが始まっていたのを危機に直面。それでもバスケットボールを愛する皆様のお力添えもあり、各界、選手、この時代を乗り越えるために日々奮闘している。私たちはこの危機を乗り越えた先、さらなる成長のために多くのビジョンを掲げている。
名発表へと進めてまいりますね。さて、それに先立ちまして、リージョナルクリエーション長崎ではスポーツを通して地域活性化を図ることを目的に、今年7月プロバスケットボールクラブ設立を発表させていただきました。現在県内初の B リーグ参入を目指し申請を行っています。合わせて多くの方に愛されるチームを目指し、クラブ名を公募させていただき、応募数は2324件でした。応募いただきました皆様、本当にありがとうございます。そしてその2324件の中から最終候補3件が絞られ、9月15日から10月14日までの間、投票が行われました。最終候補はこの3つ、ジャブズ、パレット、ベルカでした。さあ皆様、この中で投票してくれたよという方いらっしゃいますか？ありがとうございます。すごい元気がいっぱい。なるほど、バスケットボール部高校生ですか？元気がいいですね。さすがです。そして前にいらっしゃるのはもうバスケットボールファンのリファーレ長崎ファンの方ですね。ありがとうございます。ぜひバスケをファンになっていただきたいと思います。こちらにいらっしゃるのは小学生ですか、中学生ですか？小学生。わー、すごい嬉しいですね、ちっちゃい頃から。で、投票してくれた人いらっしゃいますか？ありがとう。あ、でも奥の方で挙げてくださってます。2階席の方もご覧いただいてますか？投票いただいた方いらっしゃいますか？あ、ちらほら。ありがとうございます。その皆さんが投票してくださった結果がいよいよ今この瞬間発表されます。ドキドキしますね。では参ります。長崎県初となるプロバスケットボールクラブ、クラブ名の発表、スクリーンにご注目ください。しました。すごく、たくさんの名前を、たくさんの方に、応募いただいて、しかもそれからたくさんの方に投票いただいて、ものすごくこう多くの皆さんが関わってこの名前に出会えたこと、改めて心から感謝いたします。先ほどの VTR にもありましたけども、長崎には世界に誇れる歴史、文化、伝統、そして豊かな自然もあります。スポーツはビファーレの長崎として、中心として、スポーツも盛んです。その中に本日、この瞬間長崎にバスケが生まれるということで、ぜひ皆さん来年9月、もう最高のゲームでスタートをすることを お約束しますので、ぜひぜひ楽しみにしていただきまして、どうかたくさんの熱い声援をお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、で
私の話はそこそこで、これからGM ヘッドコーチとして、頑張ります伊藤の方から熱い熱いメッセージをお届けしますのでよろしくお願いします。皆さんこんばんは。上の皆さんもこんばんは。ありがとうございます。はじめまして、長崎ベルガのジェネラルマネージャー伊藤拓磨です。よろしくお願いします。岩下さんが言われたように、実は3週間前から、前から名前が決まったんですけど、もう本当にですね、挨拶するために長崎、もういい人になるぐらいな、感じでした。やっと長崎ベルガの GM と、言えることを嬉しく思います。少し、自己紹介をさせてください。私、実は三重県鈴鹿市というところ出身なんですね。知ってますか？知ってますか？それですね、中学校を、卒業してから、アメリカの方に留学をして高校、大学と、アメリカで過ごし、そしてですね、大学の卒業してからアルバルク東京というチームでアシスタントコーチを務め、ヘッドコーチを務め、そして2年ほど、アメリカにまた渡りですね、アメリカでアシスタントコーチというアメリカのプロのチームですねでアシスタントコーチをしていました。それでですね、今年の7月に、この、チームの GM のになるために、帰ってきました。なのでですね、実は長崎に来たことが一度もなかったんですね。なので9月に長崎に来たのが初めてでした。ですが、この2ヶ月間で長崎の魅力をたくさん知ることができました。今では、もう長崎市民、長崎県民ですね、出会うことを誇りに持っております。本当に大好きな、場所となりました。それでいつもですね、長崎の人と話をすると、こうとにかく長崎についての愛、長崎に対しての強い思いですね、あと誇り、これがすごいなと思いました。今日長崎ベルガ誕生しました。本当に長崎ベルガもですね、皆さんに愛され、そして強い気持ちで応援してもらえる、そして誇りに思ってもらえるチームを目指したいと思います。皆様が本当に胸を張って、長崎にはリファーレンがある、ベルカがあると言ってもらえるチームにしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。皆さんで、日本一のチームを目指しましょう。よろしくお願いします。平下社長、そして伊藤 GM からのご挨拶でした。ありがとうございます。さあ皆様、本日こうして多くの皆様に見守られて、クラブ名長崎ベルカとして皆様に愛されるクラブ名に決定させていただきました。ここでこのクラブ名を考えてくださった安藤ひとみ様に会場にお越しいただいております。お忙しい中ありがとうございます。安藤ひとみ様、ご登壇ください。拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。お願いします。改めまして、ベルカに名前が決まって今どのようなお気持ちですか？とてもびっくりしています。長崎ベルカがこれからプロバスケットボールのチーム名として親しまれていくのかなと思うと、すごく嬉しく思っています。ありがとうございます。ちなみにどのような思いを込めてベルカと名付けられましたか？ウェルカムという言葉から考えたんですけれども、いろんな人や文化を取り入れて発展していく、その長崎、長崎らしいところを表現したのと、あと、頭文字を V にしたんですけれども、リファーレンのように地元から愛されるチームになってほしいなっていう思いを込めています。ありがとうございます。本当に素敵な思いのこもった名前ですよね。改めてベルカと決まって私も嬉しいなと思います。では今後クラブに期待することありますか？チーム名にも込めた思いなんですけども、地元から愛されるチームになってもらって、これから長崎をどんどん盛り上げていってもらえたらいいなと思っています。はい、ぜひ一緒に応援していきましょうね。ありがとうございます。ではここで安藤ひとみ様に、株式会社長崎ベルカ代表取締役社長岩下秀樹より記念のプレゼントをご用意しました。ご覧ください。
ロゴとかは決まってないので、まあ、出るかと書かせてもらってるんですが、逆に言うとロゴもない今だからこそ、もうおそらくこの後二度と作らないボールなので、本当に世界に一つだけのボールということで、素晴らしい名前を決めていただきましたので、感謝とともに、持っていただいたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そして後ろに控えていただいてますね。続きましては2024年完成予定のアリーナ VIP 席1面分を伊藤 GM から安藤ひとみ様にお渡しいただきます。伊藤 GM からの一言よろしいですか。はい、本当に素晴らしい名前ありがとうございます。ですね、この名前は僕も好きな名前だったんですけど、本当に僕の友人であったりとか、海外 の, アメリカの友達とかにも、この3つだったらどれがいいって言ったら、結構アメリカでもですね、結構ほとんどの人がこの名前がいいというふうに、なったので、ベルカがですね、日本だけじゃなく、世界に行って活躍するという意味では、本当に素晴らしい名前をいただいたなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ2024年、ビッグ席でご覧くださいね。安藤様ありがとうございます。せっかくですので3名で記念撮影をさせていただきたいと思います。ではボールを安藤様にお持ちいただいて、でチケットを伊藤 GM が持っていただいて、真ん中に、はい、カメラマンさん大丈夫ですか。ではお願いします。はい、チーズ。わかりましたね。はい、ありがとうございます。改めて拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それでは安藤様、木下社長、伊藤 GM、 大丈夫です。ありがとうございます。本日名前が決定いたしました。新しく長崎初のプロバスケットボールチームが誕生いたします。実はですね、この今ご覧いただいている皆様と一緒にチームを作り上げていただきたい、その思いでファンクラブを作らせていただきます。そのファンクラブ名はこちらです。ベルカズゼロという期間限定のファンクラブを誕生させていただきます。拍手もありがとうございます。しかもですね、この入会についてなんですが、今日からスタートをさせていただきます。入会いただける皆様には7つの特典がありますので、その内容をここで発表させていただきます。そしてせっかく佐世保のご案内と一緒に同時中継を行っておりますので、特典の内容は MC の塚本さんと一緒に紹介していきます。では佐世保ご案内の塚本さん。はい、ベルカ決定しましたね。これから皆さん、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ではファンクラブを今日からスタートということで、加入いただきたいということと、はい、加入と点がこれからあるということですね。そうなんです。さあ、ではね、その得点、これから一つずつ皆さんにお伝えしていきますが、米倉さん、得点いくつありますか。全部で7つです。ラッキーセブンの7つございます。はい、7つの得点これから一つずつ紹介していきます。ではまず米倉さん、1つ目お願いします。はい、わかりました。ではちょっとショッピング風に行きましょうか。まず得点1つ目はエンブレムユニフォームデザインの決定投票権です。これはいくつかの案の中からファンクラブ会員に投票いただき、最終的にデザインを決定させるというものです。投票できるのはファンクラブゼロの会員のみとなります。しかもデザイン決定後の入会では選ぶことができないという今だけの貴重な投票権です。これが1つ目の得点です。そして2つ目の得点、塚本さんお願いします。はい、得点2つ目
目はですね、こちらです。オンライン会議参加券です。これファンクラブイベントの内容の会議に参加できるアイデアを自由に出していただけます。皆さんのアイデアが採用されるかもしれませんという、こちらが2つ目の特典です。すごいですね。では3つ目の特典、米倉さんお願いします。はい、かしこまりました。特典3つ目は参入記念プレミアム T シャツプレゼントです。おー、会長すごい喜んでください。ありがとうございます。じゃあ実際に着用した岩下社長伊藤 GM ご登壇ください。盛り上げありがとうございます。真ん中へどうぞ。とってもかっこいいですよね。ちょっと感想とかございますか？はい、これもちょっとさっきのボールと一緒なんですが、まあ、長崎ベルカのロゴもまだ決まってない中で、ベルカーズゼロということで、この瞬間でしか作れない T シャツを作らせていただきました。ベルカーズゼロという名前のファンクラブをつけさせていただいたのも、我々クラブは長崎ベルカになります。まあ、よくあるクラブは、まあ、何々ずっていう、まあ、複数形なんですよね。ただ長崎ベルカに関しては、まあ、ファンサポーターの皆さんと一緒になって初めて、まあ、一人前だということで、まあ、ベルカーズの皆さんと共に、歩んでいきたいという思いで、ベルカーズゼロ、立ち上げますので、ぜひこれを着て街中で応援してほしいなと思います。はい、実はこの T シャツなんですが、本日入会していただいたお客様全員にお渡しいたします。 T シャツのサイズは SML XL となります。S よりさらに小さいサイズのご希望の方につきましては後日郵送させていただきます。ぜひ本日お持ち帰りになってくださいね。さあ、では続いての得点を塚本さんお願いします。はい、では今3つ得点が出ました。まだまだあります。得点4つ目がこちら、年間パス公式グッズ 10% 割引となります。はい、年間パスはシーズン通してのパス、公式グッズはこれからどんどん増えていきますので、全て 10% オフでというのが特典になります。それでは次の特典、米倉さんお願いします。はい、続いては特典5つ目です。なんとヘッドコーチ席観戦券を特典として申請いたします。これすごい喜んでくださってますが、ベンチの間近でプレシーズンマッチの観戦ができるという観戦券です。躍動感とか迫力、選手とヘッドコーチの会話も聞こえるという特別な席です。さあ、では続いての得点、塚本さんお願いします。はい、では今度は得点6つ目になります。こちらです。サイン会参加券です。今後クラブに入る選手とのサイン会に参加できます。サイン会に参加できるのはファンクラブだけとなりますので、ぜひ皆さんファンクラブ入会してください。さあ、では最後の得点になりますね、米倉さん。はい、得点7つ目は限定デザイン会員証、そしてパスケースをプレゼントいたします。本当に今誕生したばっかりです。まだ公式のロゴが決まっていない状態での限定の会員証となります。こちらは後日郵送させていただきます。以上7つの特典、では改めて得点7つをまとめます。得点1つ目はエンブレムユニフォームデザイン決定権、決定の投票権。得点2つ目はオンライン会議の参加権。得点3つ目、参入記念プレミアム T シャツプレゼント。得点4つ目、年間パス公式グッズ 10% 割引。得点5つ目、ヘッドコーチ席観戦権。得点6つ目、サイン会参加権。得点7つ目、限定デザイン会員証&パスケースのプレゼントです。さあ、なんとこの7つの得点がついて入会費は3300円です。素晴らしい反応ありがとうございます。3300円でこの7つの特典、しかも 10% 税込みとなります。申し込みについてはこの後会場前方の申し込み受付ブースでも行います。そしてお支払いについて一つご案内なんですが、現金はできないんです。 QR
しくお願いいたします。詳しく応募なさりたいなとか質問があるという方はこの後こちらの前の方にブースを設けますのでぜひいらしてください。その際にこの場でご入会いただいた方には限定のステッカーと会員特典 T シャツをこの場でお渡しいたします。ぜひ皆様ご加入お待ちしております。さあではお付き合いいただきましてありがとうございます。本日は長崎初のプロバスケットボールクラブ誕生に向けたクラブ名発表イベントにお集まりいただきましてありがとうございました。今後ともぜひぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。最後にですね、岩下社長そして伊藤 GM に挨拶をお願いしたいんですが準備は大丈夫でしょうか。あ、挨拶カットとなりました。失礼いたしました。ではですね、皆様本日はお忙しい中お集まりいただき本当にありがとうございます。以上が長崎初プロバスケットボールクラブクラブ名の発表イベントでした。ありがとうございました。はい、こちらの会場の皆さんもありがとうございました。クラブ名は、現場です。